どうも皆さん、最近目覚ましをかけているのに普通に寝坊してしまう工藤でございます。はい、ということでですね、なんか最近ね、目覚ましちょっとかけて寝てるんですけど、結局起きるのね、遅くなってしまうんですよね。あれは一体何なんでしょうか。はい、まあ二度寝をする私が悪いんですけど、うん、はい、というわけで、まあそんな話はもうどうでもよくて、今日はですね、タイトルにもあるようにアニソン大賞の話をねしたいと思います。実はですね、昨日ですね、もう本当昨日まで全然私知らなかったんですけど、アニモッチステーションを、やっているポポさんにですね、教えてもらいまして、昨日アニソン大賞あるけどなんかどうするみたいな話をね、言われて、みたいなあ、もうそんな時期かと思って、完全に忘れてたわと思って教えてもらいまして、で、まあ、公式サイト見るとですね、で、令和5年のアニソン大賞が、まあ、開催っていうのかな、そうですね、アニソン大賞が開催決定っていうね、お知らせが、ニュースが、はい、来ているということで、今日はそれについてちょっとお話ししようかなと思います。で、まあ、こうやってね、クドラジとか、それこそアニモッチステーションとかで、アニソン大賞について触れるのは今回で2回目ですね。去年の令和4年の時からね、こうちょっと取り上げるようになりまして、アニモッチステーションに関してはもう去年からやってるので、まあ、当たり前なんですけど、クドラジで取り上げるのも、のは2回目。同じか。そうだね、アニモッチステーションもそうだし、クドラジで取り上げるのも2回目でございます。ポポさんに教えてもらったっていう話なんですよね。うん。で、今年も開催されますと。11月30日に出たニュースっていうか、お知らせですね。はい。ですね、2日間に分けて開催されます。これ去年どうだったかちょっとあんま覚えてないんだけど、今年は2日間に分けて開催されるらしく、12月8日金曜日、今週ですね。今週の金曜日に、令和5年アニソン大賞のノミネート楽曲の発表特番というのが行われます。はい。各選考員が選考した楽曲をプレゼン発表するイベントっていうのを会議室から生中継にて配信されますと。はい。で、そのノミネート楽曲の中から各賞を決める特番っていうのが、その翌週、12月15日金曜日に令和5年アニソン大賞年末スペシャルとして各受賞楽曲の発表をするということみたいですね。はい。で、15日の金曜日の、年末スペシャルは、特番になっていて、現地で観覧もできて YouTube での生配信も行うということなので、まあ、私はちょっとね、現地参加は無理ですけど、はい、まあ、YouTube の、まあ、アーカイブとかで見ることになるのかな。まあ、それか、あとあとまとめのね、多分、こう、ページというか、これがノミネートされましたとか出ると思うので、ノミネートとかね、各賞が受賞、楽曲発表されると思うので、その時にまあ見るかなっていう感じですね。ポポさんも何やら見るって言ってましたけど、ちょっと私は見ている余裕があるかわからないので、はい。って感じですね。で、昨日その話もね、しまして、そのアニモッチステーションじゃいつやるみたいな。うん。毎週金曜日の夜9時から10時までやってるんですけど、今週もね、金曜日の予定だったんですが、昨日、なんて言ったんだっけな。ちょっと確認してみますね。ポポさんのね。うん。今週のその金曜日の夜22時から、10時から。だから、私たちのそのアニモッチステーションの配信が終わった後にノミネート発表なんで、となると、どっちがいいのかなって。うん。これがノミネートされるだろうっていう予想がいいのか、はたまた、その、ノミネートこれされましたねっていう話がいいのか、ちょっとその辺をね、うん。ポポさんとちょっとまた話し合っておこうかな。一応昨日の話では、まあ予想っていう話になったんじゃなかったかな。確か。うん、で、再来週、その、年末特番に関しては、終わってからの話をしようっていうことになった
気がします。ちょっと改めて確認します。私がねあんまりスケジュール、このアニソン大賞の特番のスケジュールをちょっと把握できてなかったので、今朝確認したらね、ああそっかそっか、アニボッチステーションの後にノミネート発表かと思ってね、はい、ちょっとこの辺はまた確認しておきますって感じで。そっか、去年は1回で全部発表だったっけ。ノミネートも発表して受賞楽曲の発表も確か1回で発表だったかな。去年は確かね、生放送をしながら、そのアニボッチステーション、当時はアニボッチステーションって名前じゃなかった気するんだけど、アニボッチステーションの生配信をしながら見るみたいな、みんなで同時視聴しながらね話していこうよみたいな配信をやった記憶があります。ただ私あんまり夜遅くなると眠くなってしまうので、だいぶ去年はねきつかった記憶があります眠気との戦いだった記憶がありますね。はい、まあ、なので今年は生配信はやる予定はないはずです。はい、なのでご自身で、皆さんご自身で見ていただいてね、あ、この楽曲ノミネートされたんだとか、あ、この賞受賞したんだっていうのを確認してみてください。ちなみにユーザー投票ももう始まっております。ですね、あれ2000、あ、これちょっとページ間違ってますね、これ多分ね。令和5年アニソン大賞ユーザー投票賞応募ページ。そう、ユーザー投票賞っていうのがあるんだよね。ユーザーが選ぶ楽曲、うん、っていうのがあるんですけど、あなたが2022年って書いてるけど、これ2023年じゃないかな、に最も話題になったと思うアニソンを1曲投票してくださいと。投票条件は2023年1月1日から12月31日、まあ、まだ来てませんけど、までに発売、CD パッケージ配信された楽曲、または発売予定の楽曲からそれぞれ、楽曲を、それぞれ、楽曲からそれぞれ楽曲ってなんだろうね。発売予定の楽曲からも選んでくださいってことね。はい。投票期間はもうすでに始まっていて、12月の14日の木曜日23時59分までとなってます。今週そのノミネートの発表はあるんだけど、そっからさらに1週間ってことだね。本当受賞の発表の直前までってことですかね。はい、って感じです。1人1票までになってます。はい、複数の応募が確認できた場合は無効になるので気をつけてください。そうですね、私もまだ投票してないんですけど、なんだろう今年去年はね、私なんとなく覚えてるのは、エメさんの、あれなんだっけ曲名、残響さん、残響さんか、鬼滅の刃のね、遊郭編かのオープニングになった残響参加をね、確か投票した記憶はあります。はい。ですが、それはまあ、ノミネートはなってたんじゃないか。ノミネートはされてたけど、受賞はしたんだっけ？ちょっと覚えてないな、そこはね。うん。大賞に選ばれたのもね、確か去年は、そうだね、大賞はキックバックだね。米津玄師さんの、チェーンソーマンのオープニングですね。で、令和4年の裏アニソン大賞っていうのがあって、これは、まあ、なんていうのかな、まあ、米津玄師さんのキックバックは確かに世間的にもたくさんみんなに受け入れられて知れ渡った楽曲として、もう令和4年のを代表する、まあ、アニソンとしてふさわしいというのはもうみんなが認めた上で、いや、でも、なんか、なんていうのかな、俺たちのアニソン大賞みたいな。そのオタクたち、アンダーグラウンドの人間たちが選ぶ、濃ゆい人間たちが選ぶ、いや本当の真のアニソン大賞はこれなんじゃないかっていうのもあって、実はね、はい、まあ、なんか裏企画みたいな感じであるんですけど、それがさゆりさんの花の塔、あれですよ、やべ名前忘れた、作品何でしたっけ、あれですよ、銃で撃つやつね。銃で撃つやつ。ああ、なんだっけ名前、あれ、アニメの名前。いや、ちょっと忘れた。ごめん、忘れちゃいましたけど。まあ、その、さゆりさんの花の塔が選ばれたりね。うん。
しているという感じです。あのね、大賞はなんとなく予想できる、私でも、あの自分が選ぶかどうかとは置いといて、今年の令和のアニソン大賞、令和5年のアニソン大賞は、まああれでしょう、あれ夜遊びさんのアイドルでしょう、多分違うかな、そんな気がする。もうだって世界的にね大ヒットしたしね、もうすごい再生回数だし、もういろんな人が歌ってみた踊ってみたとかねやってますから、もう正直それ以外に今年を代表する楽曲ってあるかって言われると、それを超えられるかってないんじゃないかなって思うんだよね。だから対象は多分YOASOBIさんのあのアイドルじゃないかなと思います。裏アニソン大賞はねちょっとわかんない、なんだろうね、まあそういったね、そのなんていう、今日はちょっとあえて話しませんけど、その今年何のアニメがあったのかとかね、どの楽曲が良かったのかっていう話をちょっとアニウォッチステーションで、まあ、ポポさんと二人でね、あーだこーだ喋っていこうかなと思ってますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。何があったんだっけ今年、私もねかなりたくさん見てますから、もう正直ねもう覚えてないんでだからそういうね一個一個確認していかないとですね。そうだな、楽曲たくさん聴いてきましたし見てきましたからね、神曲たくさんありましたよね。それこそ今年も鬼滅の刃、そうだあったんだよね、鬼滅の刃、あのマンウィズアミッションさんとミレイさんのね楽曲とかあれも良かったし、でもやっぱなアイドルは超えられないような気はするんだよな。ね。さあさあさあ。なんかあるかな、なんかその、世間一般的にその受け入れられたというか、もう知れ渡ってる、推しの子か。推しの子はまあ、ね、みんな知ってるよね。当たり前だよね。みたいな風潮というか、雰囲気あると思うんだけど、なんか、いや、アニオタならこれ見てるでしょうみたいな。あったっけそういうの。ね。あ、思い出した。ごめん。リコリスリコイルだ。今思い出した。リコリスリコイルの、エンディングテーマ、さゆりさんの花の動画ね。オープニングテーマ、確かクラリスさんですよね。確かね。曲名ちょっと忘れちゃいましたけど。はい。アニオタだったら見てるだろうっていう作品、なんかあるかな。ちょっとわかんないね。裏アニソン大賞はなかなか難しいんですよ。はい。まあそんな感じでちょっと皆さんもね、投票したりとか、まあ何がノミネートされるのか、何が大賞に選ばれるのか、裏アニソン大賞に選ばれるのかとかね、ちょっと予想してみてください。私の多分ね、アニソン大賞、その、YOASOBIのアイドルが大賞っていうのは多分ね、外れないと思う。多分ね。だってそれ以上にないもん。逆にこれでアイドルじゃなかったら、えって、え、そ、マジってなる気がするな。あるかな、他にね。ただね、これね、ゲームの楽曲は多分対象外なんじゃないかな。この話もちょっとポポさんと昨日したんですけど、ゲームは多分ね、対象外だと思われるので、そのアニメ、まあ映画とかなら別にいいと思うんだけど、そう、アニメ作品名をね、入力する欄があるので、ですよね、だね、だからアニメの楽曲じゃないと、ダメ。カップリング曲とかは OK なのかな ?CD について、CD、そのね、アルバムの曲とか、そういうのはありなのかな、ちょっとわかんない。その辺はちょっとなしなのかもしれないね。あくまでも、そのアニメに起用されてる、楽曲っていうことなんだと思いますけどね。はい。まあ、審査員がどういうふうに、その、OK、NG のラインを出してるのかちょっとわかんないですけど。はい。まあ、もしどうしてもね、ゲームとかで好きな曲があるんだったら、応募してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、選ばれるかどうかはわかりませんけど。ちょっと私もね、まだまだちょっと時間があるので、ゆっくり、いや、今年はこれだろうっていうのを、一曲ね、選んでみようかなと思います。
何を選んだかどうかは、そうだね、アニボッチステーションでちょっと2人で発表しようかなって話になってますので、まあ、その時にね、聞いてもらえたらなと思います。はい。というわけで、じゃあ、今回はここまでにしましょうかね。今日お仕事もあるのにね、寝坊してしまいましたので、しかも今日仕事だけじゃなくて、実は、面談あるんですよ。夜なんですけどね。夜に、まあ、これあんまり詳細言ったことないんですけど、ナレーション、声のお仕事の話は多分したと思うんだけど、それとは別のお仕事の、お仕事っていうかちょっと違うんだけど、まあ面談がね、あるので、はい。まあそれもやらなきゃいけないってことで、今日は結構、忙しい、日かなと思うんで、はい。ちょっと今日もね、頑張っていこうかなと思います。本当寝坊してる場合じゃねえんだよな、本当にね。はい。というわけで、じゃあ今回の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。